石ヶ谷氏は、日本の氏族。東藤海石ヶ谷氏と、時石ヶ谷氏がある。東藤海国佐の軍西郷石ヶ谷を本願とする、石ヶ谷氏は、藤原南家ための利流二階堂氏の流れを組むとされる、戦国時代から江戸時代にかけての武家一族。しかしながら、石ヶ谷氏の祖である、石ヶ谷正明の曾祖,祖父、二階堂雪春以前の刑図は明らかではなく、関英書家刑図伝によれば、 二階堂公明から、二階堂行春、西郷公清、二階堂清長、石ヶ谷正明とされている。西公民部将ゆと、二階堂公明の妹とのこのうち、次男である行晴鹿が、二階堂公明の後を継いだとされ、石ヶ谷氏を称した正清に至るまで何度も、名字を変更しており、正清自身は、当初西郷氏を称していたとされる。 生成が名字を改めたのは石ヶ谷村に移り住んだことに由来するとされるが、一説には徳川家康の側室、西郷局に羽かったためとも伝えられている。なお、石ヶ谷氏の血族である西郷氏については、掛川氏,氏などによれば、東都海三十六人衆に数えられ、山品家の児当代として、西郷省に影響のあった西郷氏と関連性が見受けられるものの、俗説にある。 三河西郷氏との関連性は不明である。基本的な家紋は、東東美石ヶ谷氏の由来である、石ヶ谷村の九つの巨石にちなみ供養性だが、桑原正重の系統は、石も地養、強も高であるとされる。安倍七期に数えられる石ヶ谷氏の石ヶ谷、十郎左衛門は、東東美石ヶ谷氏の一族と伝えられ、今川氏、武田氏に仕えた後、徳川氏に仕えたと言われる。 判例不都選は、実施、細佐は要紙。正清以降、家徳相続者以外は省略、不明。二階堂小秋。二階堂幸春。西郷高清二階堂育勝、二階堂清長。石ヶ谷正明。正信清定正重、正勝清正貞清清氏、正勝清両部清子清子。

駆動二階堂死刑図によれば、二階堂下宇佐森光帝の子に、二階堂公明が存在する。美の国時軍の時氏を発祥とする一族。鎌倉時代に、時光行が美の国方見軍、石ヶ谷の自動職を得、弱子、国公に分け与えたことが、石ヶ谷氏の始まりとされる。室町時代には、明智氏、東と共に奉公衆となり、一族が在京した。 戦国時代に斎藤道蔵が台頭すると、石ヶ谷津島守はこれに従うが、長良川の戦いにおいて、道蔵に味方し美濃の石ヶ谷氏は滅亡した。在京の石ヶ谷氏は、石ヶ谷光正が石ヶ谷来達を養子として、娘を目合わせ、その石ヶ谷来達は、明智光秀の家臣となった。なお、光政のもう一人の娘は、長祖壁元地下の正室である。 大達は山崎の戦い後に土佐に逃れて義兄邸である長祖壁元地下に徴用されたが、戸つ川の戦いで戦死している、時光公、時光行、時国公時工場、石ヶ谷地下志公時き着流、石ヶ谷義氏。ありがとうございます。